伝説の歌姫中森明菜が完全復活に向けて新たな一歩を踏み出した。東京コットンクラブで7月12日から14日にオフィシャルファンクラブの会員向けにイベントを開催。1公演7万1300円税抜きと高額にもかかわらず、全5公演におよそ900人のファンが殺到。このライブでは往年のヒット曲をはじめ古いアルバムのメドレーなど11曲のジャズバージョンを披露。今年の7月13日に59歳の誕生日を迎えた明菜さんは、ファンの前に立つのは2017年12月のディナーショー以来およそ6年半ぶり。4月3日のタトゥージャズを皮切りに、毎週水曜日に往年のヒット曲のジャズバージョンを最新動画交えて5週続けて公式 YouTube に公開。7月15日には全世界に向けて配信するなど、完全復活に向けて大きく前進しました。豪華コース料理に舌鼓を打ちながら開演の時間を待つ。会場の BGM の音量がだんだんと上がり定刻。まずはバンドが登場し、ジャズナンバーで会場を一気にコンサート会場へと変えていく。明菜コールが巻き起こる。いよいよ中森明菜の登場。この日の衣装は幼児山本。衣装に定評のある明菜さん、この日もファンから衣装見せて、靴見せてとコールが飛んでいた。両手を振りながら笑顔で登場すると、リバースを歌唱。歌い終えた後には深々と一礼して感謝を伝えた。おかえり、待ってたよ、かわいいなど次々と飛ぶ喜びの声。オープニングから温かい声援ありがとうございます。昨日初日を迎えさせていただきました。皆さんご存知の通り、私は緊張しいですとはにかむと、歓声は笑い声に変わる。ディナーショーとかもたくさん立たせていただいていましたけど、ここまで近いのは初めてなので、最前席は手を伸ばせば届く距離。今年一番の時間になればいいと思います。ファンとの掛け合いを大切にする中森。 MC パートでは客席からのリクエストに笑顔で答え、時には透かして笑いに変える。さまざまな声色を使って魅了していく。それでは懐かしいな、来年60歳か、これ歌ったのは16歳でした、お届けさせていただきたいと思います。ジャズアレンジしたスローモーション、ジプシークイーン、タトゥーと3曲続けて歌い上げる。今できる限りのダンスも織り交ぜ、全身を使って届ける姿が印象的だった。ステージ中央はもちろん、上手から下手までファンとの交流は止まらない。掛け合いを楽しみ噛みしめる。古いアルバムの方からメドレーでお届けしたいと思いますとメドレーで、なんか紡ぎ歌、黒バラ、つらいつらいを披露する。ブロンド、北ウイング、ジャズバージョンを歌唱した後はバースデーサプライズが。バンドメンバーの演奏に合わせ、自然とファンがハッピーバースデーの大合唱。私は人を祝うのは得意だけど、祝われるのは苦手なの。バンドメンバーから花束を受け取るや、今日お誕生日の方おめでとうございますととぼけてみせた。生まれてきてくれてありがとうというファンの声援が会場に響いた。最後はフィンのジャズバージョン。上機嫌で投げキッスも連発。歌える喜び、自身をまっすぐ見つめてくれる大切なファンと触れ合える喜び、そんな中森明菜さんを間近で見られる喜び、たくさんの喜びに包まれた会場で力いっぱいに両手を振ってステージを後にした。昨年11月発売の林哲司50周年記念トリビュートアルバムサウダージでは、北ウイングクラシックのセルフカバーを披露。同年12月放送の日本放送中森明菜オールタイムリクエストでは、肉声でメッセージを寄せ反響を呼んでいた。今回のイベントは全5公演。直筆メッセージが入ったカードなど、会場に訪れたファン全員にプレゼントも用意された。
公演前の食事のメニューにも趣向を凝らした。この日のデザートのメニュー名は北ウイング。連日中森明菜さんの楽曲名で構成され、細部までこだわった演出が施されていた。中森明菜さんは1981年7月に日本テレビ系のオーディション番組スター誕生にて山口百恵の夢咲案内人を歌い、放送開始から10年を迎えていた人気番組の中で歴代最高得点で合格。翌1982年5月1日シングルスローモーションにてデビュー。セカンドシングル少女 A で初のチャートトップ5入りを記録した後、サードシングルセカンドラブで初のチャート1位を獲得。その後も1984年のサザンウインドから1988年のタトゥーまで16作連続シングルチャート初登場1位の金字塔を打ち立てた。ところがそんな彼女の運命に絶体絶命の危機が訪れる。映画愛旅立ちで共演したマッチこと近藤真彦さんとの交際が発覚。ところが一重引用不、1989年マッチと松田聖子のニューヨーク密会報道がスクープされ、明菜さんは自殺未遂事件を起こしてしまう。しかも大晦日に行われた2人の金屏風会見が単なる復帰会見に終わり、ファンを落胆させています。思えば明菜さんの転落はこの時から始まりました。さらに90年代に入るとレコード会社の移籍問題をはじめ、数々のトラブルに巻き込まれ、中森明菜さんは歌姫としての輝きを失う。その姿はまるでバブル崩壊後の日本を見ているようで切なくもある。そんな彼女に救いの手を差し伸べたのが育ての親と言われた寺林明氏である。寺林さんは中森明菜がオーディション番組スター誕生日本テレビ系に登場した時から期待を寄せ、所属するワーナーパイオニアと契約を結ぶと明菜の制作宣伝を統括、現場で陣頭指揮に当たりました。やがて紆余曲折の末に2002年引退の危機に追い込まれていた明菜さんを自身が執行役員を務めるユニバーサルミュージックに誘い、救いの手を差し伸べています。2010年に体調不良により明菜さんは芸能活動の無期限休止を発表。2014年にはサプライズゲストとして NHK 紅白歌合戦に出場。オリジナル曲を披露するもニューヨークからの中継だったりと、完全復活を印象付けるまでには至らなかった。そんな中、ここに来て期待されるのが今年の紅白への生出演。NHK サイドとしても生放送だけにリスクは否めません。しかしそんなリスクを冒してまでも出てほしいアーティストであることは間違いない。明菜さんサイドも紅白出演が再始動にはふさわしい舞台だと考えているでしょう。完全復活にふさわしいとなれば、やはりジャズバージョンでなく80年代に披露したミアモーレ・ディザイアといった独自の世界観を持つ絢爛豪華たるオリジナル曲を歌ってこそ明菜復活と言える。伝説の歌姫中森明菜は蘇ることができるのか。